はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TO25 さんですね。 TO25 さん、はい、日本版を一つです。 TO さんまでかな、よいしょ、今日発送できるのかという意味ですね。よいしょ、はい、もう6時ちょい前になってます。多分まあ梱包したらちょうどいい時間かなと。はい、じゃあ開けていきます。あの間はまあたまに入ってる場合があるようですけど、あのこの枠インサート系とかも色がついてますんで、あの届きましたらねご確認ください。まあ、大体このインサートとかもこの辺にシリアルが入ってますんで。で、これ87デザインの日本版パラレルですね。まあ、パラレルっていうか、まあ、日本版デザインっていう方が正確かな。99シリー、JP クロフォードですね。まず、桜パラレル。チェリーブロッサムのパラレルですね。99。まあ、これが結構人気がある。カード。まあ、ご存知ですけどね。去年からあって、去年もね、すごい人気があったの。お、25だ。フランミロ・レイエス。25が来ました。大谷さんも来た。はい。25シリのゴールド。まあ、50とか25がね、結構出やすいので。まあ、他のメジャーリーグのね、紙系カード。ではなかなかないですよね。まあ、ルーキーもねほぼ全員いますね。今年活躍した選手ですね。大谷さん、鈴木さんとかも一番上に入ってますよね、これね。結構うん、ほらなんかね、言ったら出てくるっていうね、なんかありますよね。まあ皆さんもたくさん経験あると思います。マルケスさんの75、はい。まあ、ただ220人いますんで、ルーキーの上位どころが来たり、ベテランのいいところが来たりと、ね、様々ですので、まあ、パラレルはだいたい5回ぐらいチャンスがありますから、そこで、ね、お気に入りのチームとか、選手当てれればいいけど、まあ、300じゃないから、まあ、いや、でも難しいね。あ、サインだ。マッケンジー号が来ました。はい。ね。パドレスのユニフォームになってますね。今年のルーキーピッチャーです。なんかサイン出やすいな。気のせいなのかな。なんか結構サインが出てる。生産ロットによるのかなって、ちょっとさっき前も言いましたけど。マッケンジーゴアは初めて見ましたね、この製品から。FF。パラレルがまだ3ですね。ポンポンと、あと2枚ぐらい来るかな。あ、来た。2個の50だ。はい。いいバッティングしてますね。まあ、打撃。ね。うまいですよ、ニコさんは。
まあ安定して出場できれば普通に3割ね、規定打席でという感じじゃないですかね。うん、ちょっとこの辺ね、怪我がちなところがあったので、ちょっとなんかカブス自体が過小評価してたのかな。うん、なんか使われ方がね、9番まあ作戦なんだろうな、9番ね、ペーニャもいるんですね。シリアル呼んだな。これで来るか、来るかな、来た、ジョイヤロごちそうさまです。はいはい、ギャロさん来ましたね。いいっすね、かっこいいっすよ。はい、多分よしってやってないですか、ギャロ、ね、いや、いいんすよ、もうギャロはギャロであればいいっす、ね、いやー、もうかっこいいっすよ。うん、1割台で2桁本塁打2回やってるんだ。あー、2割、最高打率がここですよね、2割5分3厘。うん、2割台でね、40本、2割の前半ですよ、メジャーリーグで。うん、ぜひでも日本でやってみてほしいなってちょっと思いますかね、どういう数字になるのか。いやー、凄まじそうだなでも日本のピッチャーもいいですからね。うん、はい、ということで、ポンポンと最後にパラレル、結局5枚でした。で、サインも出ましたので。うん、はい。いやー、もう、圧倒的ギャロですね。うん、ギャロです。写真、構図、パラレル、ギャロ、最高です。はい、ということで、こちらでね、まだ発送できます。コンポして発送します。ありがとうございました。